クイズプレイヤーの伊沢拓司が13日、t b s 系情報セブンデイズニュースキャスターに生出演。7日に投開票が行われた東京都知事選に関連し、選挙報道のあり方に苦言を呈した。写真、伊沢の先輩で都知事選5位になった安野氏笑顔が素敵番組では、56人中5位となった起業家、安野隆博氏について特集。改正中、隆。 東大という進路だった安野氏について、伊沢は、安野さんは僕の中、だか、大の先輩で、高校1年生の時に高校生クイズに出られたのかな。当時から本当に、いろんなことに挑戦されてるなってことで学内でも有名でと語った。さらに、今回、一番すごかったのは、GitHub というシステムを使って、公約、マニフェストをアップデートしていったんですね。 ここがすごくてと試験。最近は政治家に完璧さというかベストな人を選ばなきゃいけないからパーフェクトさが求められてきましたけどパーフェクトなんてありえないのでアップデートし合えばいいんですよね。パーフェクトさを求めると上げ足取り合戦になっちゃってつまらない選挙戦になってしまうと解説した。安野氏をどんどんチャレンジしてくれるっていう傾聴の姿勢を示してくれた安野さんは今後も楽しみですし。 すごい良い,いスタイルを残してくれたと評価した伊沢は、続けてっていう話を選挙戦中にしたかったんですよと主張。すごい言いたかったですけど、個別の候補者について喋るのはやめてくださいって各局で言われたんです。これって意味ありますかちょっと考えたいですね、あり方をと語気を強めた。